皆さんこんにちは、まいこでございます。本日はですね、秋コスメ購入品14点ご紹介していきたいと思います。はい、というわけでですね、今回は秋コスメをご紹介していくわけなんですが、まだねコロナがあるので、基本的に私オンラインでお買い物をするようにしてるんですけど、店頭にちょっと行ってなさすぎて、ちょっと今状況どんな感じなのかなっていうのをこの間見に行ったんですよ。まだ結構ねテスター使えないお店だったりだとか、タッチアップも何だってマスクをしてここだけ塗りますねみたいな感じだったので、お店にお買い物行かないようにしてる方も多いと思うので、テスター代わりにご覧いただければなと思います。あ、そう、今回14点で結構多めなので、まあ中には色違いもあるんですけど、まあ長い動画になると思うので、もしよろしければ最後までお付き合いください。はい、それではスタート。今回ね、私すごいナチュラル系のコスメを多く買った気がするんだよね。たくさん買ったブランドからにしようかな。まずはセルボークから、こちらリップリベレイティッドマットリップス。私が買ったのは01番のエクルベージュと05番のコッパーブラウンです。01番がこの薄い方で、05番がこの濃いブラウンの方なんですけど、今05番をつけています。結構ね軽めにつけているんですけど、これねめちゃめちゃ可愛いです。これ一応マットのリップなんですけど、マットなのにツヤ感があるんですよね。なんか中からねこうじわってこうツヤが出てる感じのニュアンスが出せるんですよ。めっちゃ可愛いの。ものすごく気に入っています。スワッチはこんな感じでございます。私今回色すっごい迷ったんだけど、濃いめのブラウン私すごい好きなので、1個はブラウン買おうかなと思ってて、いろんなブランド見てたんですけど、ここの05番、このなんか奥から出るようなブラウンっていうの、マットなのにツヤ感出てるの分かりますかね。めちゃめちゃ可愛くない？そう、これすごい気に入ってるんです。イエベさんにおすすめのリップでございます。01番のエクルベージュの方なんですけど、こんな感じ。これがエクルベージュなんですけど、ツヤ感で赤みを出すっていう感じなんだよね。地の色がすごく暗いので、こうちょっと暗い感じに見えてるんですけど、多分地の唇の色が暗かったり赤くない人はもうちょっとベージュっぽくなると思います。でもこのやっぱツヤ感がさいいよね。なんでかわかんないんだけど、ブラウンの方のがちょっとね質感は柔らかくて、なので色ごとにちょっとね質感が若干違うかなっていう印象を受けました。では次もセルボークで、こちらチークです。カムフィーブラッシュ06番でございます。私セルボークでチーク買ったの初めてなんですけど、これ結構ね毎日使いにすごくいいなっていう風に思いました。まずすごくいいポイントが、このねブラシがめっちゃクオリティ高いんですよ。ふわっふわふわふわなの。このねブラシが私すごく気に入っていますね。なんかカバンに入れるポーチとかにポイって入れといてもね、こんなちゃんとしたブラシがあったらすごいこうさっさと塗りやすいしね。でお色が同じ色で限定のなんか丸いデザインのやつもあったんですけど、私は別にちょっとこだわりなかったので、こっち限定じゃない方を購入しました。今ねこれ実際つけてるんですけど、ほんのりピンクベージュっていう感じの肌なじみがいいお色ですね。これなんかスワッチしてもさほとんどわかんないと思うんだよ。すごいくすみ色っていうかくすんだ感じのピンクベージュとブラウンベージュっていう感じ。今はこの上の辺にピンクベージュ乗せて、この下の辺に、ブラウンベージュ入れて、こうシェーディング入れる感じに下に入れてますね。なんか今日みたいにアイメイクがガツンと強めというか濃いめの時にはこのぐらいのねほんのりしたチークでバランス取るとちょうどいいかなという感じがします。次は MIMC から。 MIMC からはチークとアイシャドウとアイライナーを購入しました。そう、今シーズンはねちょっとピンクっぽいアイシャドウを探していて、今回これを購入することにしたんですけど、そうめちゃめちゃ可愛いんですよ。こうピンクの方はゴールドとシルバーのラメがね両方入っていて、さナーズのオーガズムのああいうピンク色よりもちょっと青みがかったピンクよりみたいな感じですかね。ブラウンの方はチョコレートブラウンみたいな感じなんですけど、これがね結構濃いめでピンクでファッと作ってラインぐらいでブラウンをシャッて入れる、なんか控えめなメイクもできるし、縦にグラデーションでしっかり入れる結構しっかりめのメイクもできるので、すごく愛用しています。粉質自体もすごく馴染みもいいし、やっぱミネラルでさ、こう今私子供がいてこう抱っこしてこうスリスリとかしたい時とかにアイシャドウついちゃったら嫌じゃない？ここで抱っこしてるとなんか頭がガンとこの辺にくっつく時があるので、そうアイシャドウもできればミネラルのがいいよねっていう日もあるんですよ。なのでまあそんな時にお家にいる時にねよくこれは使うようにしています。
ます。で、それに一緒に使う、あ、今日もね、今日使ってるんですけど、このアイシャドウのブラウンと同じぐらいのトーンの、チョコレートブラウンっていう感じの、アイライナーで、ちょっとメタリックな感じですかね。ちょっとコッパーっぽい感じの、あのメタリックが入っています。これね、落ちない具合がちょうどいいというか、リムーバーではちゃんと落ちるんだけど、手とかでこう擦れる感じでは落ちなくって、こう密着度がすごく高くってね、すごい気に入ってます。あとこの筆もね、めっちゃ使いやすくって、ね、すっごい細いの分かります？これがね、すごく描きやすいんですよ。今このつけてるのも、このアイライナーなんですけど、太めのアイライナー入れる時もこれ筆だからさ、やっぱ塗りつぶしがしやすいんだよね。すごい均等に塗れるので、はい、これはいいですね。色もやっぱ使いやすい。腕に出すとメタリックが強いなっていう感じなんだけど、これ実際塗るとね、そんなすごいメタリックじゃんっていう感じはしなくって、こうブラウンだから肌なじみもいいし、うん、いいと思います。次はこのチークです。はい、そう、これね、すごいすごい気に入ってるんですよ。コーラルピンクにゴールドなラメが入ったなんかシマーな感じなんですけど、もうね、すごいしっとりするし、こう肌なじみもめちゃめちゃ良くて、めちゃめちゃ使いやすいんですよ。しっかりピンクなので、こう主役級のチークとして使ってます。アイメイクを抑え気味でチーク広めにね、この横に広げてとか、ちょっと塗っちゃおうか。これね、本当にこっちにしようかな。スッていくじゃん、なじませて。私このね、頬骨高いところ横にシュッシュッって入れるのが好きなんですけど、ちょっと日焼けっぽい感じで、今下に他のチーク入ってるからちょっと控えめに入れてますが、今つはもうちょっと強めに入れますね。そう、ツヤ感もね、結構出るので、うん、健康的な印象に仕上がると思います。これね、税込みで4180円なんで高、まあ、チークにしてあんまり安くはないかなっていう感じなんですけど、このミネラルで、この質感、つけ心地の良さで、色も超可愛いし、こう毎日しっかり使えるっていうのでね、これはね、ほんと元取れてるなと思います、私。うん、めっちゃ使ってるもんこれ。次はアディクションでございます。リニューアルしたアイシャドウを購入しました。ザ・アイシャドウ、私が購入したのはヒント003Tのデューイープラムとスパークル 005SP ムーンリバーっていうお色でございます。これリニューアルしてさ、このパッケージもめちゃめちゃ可愛くなったし、なんだろう、重厚感があるというか、厚みもね、結構ちゃんとしてて、ケース自体のデザインが私はすごいいいなって思います。5種類の質感があって、でパール、スパークル、マット、クリーム、ティント、というのがあるんですけど、私が買ったのはその中のスパークル、ラメラメのやつと、ティント、ペタペタのやつっていうか、テカテカする感じの質感のものです。これね、目につけるとめっちゃ可愛いの。さ、ちょっと前に流行ったさ、こうグロッシーな感じの、テッカテカな、ここにグロス塗ってるみたいな質感のアイシャドウ、あれって結構さ、崩れやすいんだよね。私もルックがすごく好きで、いろいろ試して、実際にグロス塗ったりとかオイル塗ったりとかいろいろ試したんですけど、どれもやっぱ崩れやすいんですけど、これはなんかちゃんとアイシャドウとして機能してくれる、こうテカテカ感なのですごいね、いいんですよ。これめちゃめちゃ可愛いんですよ。めちゃめちゃ好きなの。すっごい気に入ってんだけど、一個難点なのは、この二重のさ、この線のところにすっごい溜まるんですですよね。まあ、なのでちょっと今いろいろ塗り方試してるんですけど、上のところだけ塗るのが賢明なのかなって思ったりだとか、そうだってこれ薄く塗るとね、あ、これこう薄くするとさ、あんまテカテカ感が出ないんだよね。テカテカ感のために私はこれを使っているので、ね、せっかくだったらしっかりペタペタするまで塗りたいなっていう感じです。スパークルの方、ムーンリバーの方は、まあよく言う青ラメですね。ベージュに青ラメが乗ってる感じです。めちゃめちゃ可愛い。これね、私一緒に使うのが好きなんですけど、こうテカテカにするじゃん、まず。で、その上からこれを乗せると超可愛いの。この組み合わせが私はすごく気に入っています。次もアイシャドウ、こちら買っちゃった。ディオールのサンククルールクチュール。サンククルールが生まれ変わって、新しいアイシャドウになったんですけども、私はね、ソフトカシミヤっていうお色を選びました。可愛いのめちゃめちゃいっぱいあったんだけどね、結構売り切れててさ。スワッチこんな感じになります。メタリックメタリックメタリック、マットのラメっていう感じなんですけど、全体的にね、グレーみがかってる感じなんですよ。なんかこれはちょっと赤みがあるんですけど、これが入ってないとね、結構グレーっぽい感じ。今日もこれを塗ってるんですけど、真ん中のちょっと赤みがかったメタリックブラウンを全体にふんわり
広げて、左下のグレーのメタリックを、引き締めカラーというか目の際と、外側にふんわり乗っけて、目の際にブラウン、このブラウンがねすごいしっかり濃い色なので陰影をつけるのにいい仕事をしてくれます。私あんまり上の2色使わないんですけど、今回は全色使いました。左上をまぶたの中心から目頭にかけて、ハイライトとして入れて、右上の、ラメを目の下に入れています。でこの真ん中とこの下、この2つを使うとちょっと柔らかい感じの印象のブラウンメイクができるし、こっちの2つが結構グレー寄りなんだけど、これにこれを使ってちょっと引き締めてあげたりとかすれば、結構なんかクールなギャルみたいなあの感じにできるんじゃないかなって思います。これはねすごい気に入ってる。あとさ、私すごくいいなと思うのはこのブラシ、一つがチップで一つがブラシになってるんですけど、まあ、チップはね、まあ、普通のチップなんだけど、このブラシのさクオリティがまたいいんですよ。この斜めカットで結構ふさふさ、厚みもしっかりあるし、こっちもね結構ぼかしにすごい役立つ、なのすごい使いやすいの。厚みがすごいしっかりあるのがねすごく気に入ってるんですよ。なんか私家でねメイクすることが多くって、あんまり外で化粧直しでアイシャドウって塗らないので、あんまりこういうチップって使わないんですけど、オフィスレディーたちはね化粧直しアイシャドウもすると思うので、これはねチップがいい。次はスク、ハイライターですね。マルチグロースティックの102番。これ2色あって、透明というか明るい方とこのラメラメが入ってる方なんですけど、私はラメラメが入ってる方にしました。というのもあれよ、超人気なさ、これシャネルのやつ、これが結構グロッシーな感じの質感のものなので、ちょっと違う感じの、もうちょっとラメっぽい感じの欲しくって、これにしたんですけど、今ねつけててイエローゴールドなんですけど、こう黄みが強すぎず、こう肌にすごく馴染みのいいお色でね、すごい気に入ってます。ちょっと馴染みすぎてで見にくいかもしれないけど、こんな感じ、すごくこうアジア人の肌に馴染みのいいハイライト、すごいねすごい馴染みよくない。ちなみにこっちに塗ったのが、シャネルのスカルプティングなんだっけ、人気のやつ。でもこれも結構オイルっぽい質感なんですよ、触った感じなんで、すごいね 肌にスッとこう馴染んでぼかしやすいです。ラメが入ってるからすごいガツンとした感じのハイライターなのかなって思うかもしれないんですけど、すごいラメが細かくってすごい上品な感じなので、そんなにねなんかハイライターって感じじゃないですね。次はこちらコスメデコルテのコンフォートデイミストセット&プロテクション、仕上げ用のローション、お化粧の崩れを防ぐためのミストなんですけど、コスメデコルテから出るっていうね、これ絶対買おうと思ってたんですよ。これよく振ってからスプレーする感じのやつですね。香りがねまずすごいいいのと、甘すぎないフローラルって感じの、すごいねさっぱりした感じ、夏にいいって感じかな。そうで、これは、保湿もしてくれるんですけど、プラスホコリとか大気汚染からもガードしてくれるっていうので、肌に、まあ、優しいっていうか、お肌をしっかり守ってくれる役割もしてくれます。保湿力のあるやつを探してたんですけど、これはねしっかり保湿してくれるのでいいなっていうのと、あとなんか霧がさ、なんか結構近くでシュッてやってもそんなになんかべちゃってならないなんだろう、細かい霧なのも気に入ってます。保湿用にローションとして使うっていう感覚で私は使ってますけどね。次はアイシャドウです。ちょっとこれ私ケースをね買うの忘れちゃって、で中身のレフィルだけなんですけど、はい、ポール&ジョーのアイカラーディオ06番でございます。そう、なんかさっきさ、今年の秋はピンクのアイシャドウを狙っているみたいな話をしたと思うんですけど、 MIMC のやつ買ったこと忘れてこれを買っちゃったっていうおバカなことをしてしまったんですが、なんかねやっぱちょっとニュアンスが違うなって思う。 MIMC のと比べる と、こっちの方がねピンクがもうちょっと青みがかった感じ でブラウンがそこまで濃くないので、より柔らかい、印象のアイメイクができると思います。ピンクのゴールド、これシマーな感じなんだけど、ゴールドかかってなさすぎる感じ、どっちかっていうとシルバー寄りの輝き方をしてくれますね。でブラウンの方はコッパーっぽいメタリックな感じです。やっぱさ、ブラウンのさ色味で結構変わるよね。こっちと比べるとさ、ブラウンの濃さの違いがわかるかな。だいぶ MIMC の方のが濃いと思うんですけど、ピンクはね割と似てるのよ、結構似てるんだけど、やっぱこっちの方がちょっと青みが強いかな。それとね、
ポーランド城の粉質がちょっとね乾燥し気味というかちょっと乾いた感じなんですよ。これ MMC の方はもうちょっとしっとりした感じなので、私そもそもねポーランド城って合わないものが結構あって、多分アイシャドウもねなんかその一つだったのかもしれない。初めてアイシャドウ買うんですよ、ここも。ちょっとね質感は好みじゃないかなっていう気はするんですけど、色はすごい可愛いと思います。次はこちらアルビオンでございます。ベリーレアエアー、色は03番を購入しております。と一番濃い色かな。これはですねパウダーなのかなって思うんですけど、生チョコみたいなバーム状の、ファンデーションでございます。ふわっとろって感じの質感で、伸びもめちゃめちゃいい、肌に溶け込む感じの、すっごい使い心地いいの。これ下地が必要ないので、こう忙しい主婦に人気のファンデーションシリーズなんですけども、これね何がいいってマスクの下に塗って崩れないんですよ。崩れそうじゃんこのバームの感じだと。これねほんとピタッとくっついて崩れないんですよ。カバー力はそこまでない、ミディアム中の上ぐらいのカバー力なんですけど、下地がなくてもこう毛穴とかをしっかり埋めてくれたりとかするのですごくいいなっていうのと、マスクの下でもしっかり密着してくれるっていうので私はすごい気に入ってます。次はこちらルナソルのフォージングオイルグロー水ツヤファンデーションでございます。これはね私2番目に暗色 OC03 っていうお色を選んでおります。なんかね一番暗い色にしようかなと思ったんだけど、結構こう暗くってちょっと赤みが強くなってきちゃうので、私みたいにこのシミがメインで暗い色を選んでる方はあんまりおすすめしないかな。今その03を塗っている感じでございます。結構暗めでしょ。しっかりなじませないとこうムラになりやすいので、これはカバー力は結構高いのと、保湿力がめちゃめちゃ高いっていうのと、超ツヤ肌っていうのが特徴ですかね。結構崩れやすいなっていう印象だったので、なんかこの間マスクをつけて過ごして結構汗かいたんですけども、ね、この中とか汗だくだったから、まあ汗だくだったからね崩れるのはしょうがないと思うんですけど、崩れちゃったのだと、この辺このおでこが結構崩れてて、混合肌なのでこうオイリーになるところは結構これだと崩れやすいかなっていう印象を受けました。乾燥肌の人にはめちゃめちゃいいと思います。オイリー肌にはおすすめはしません。はい、というわけでこれで全部かな。はい、14点、皆さんの次のお買い物の参考になればなと思います。動画楽しんでいただけたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回お会いしましょう。 See you next time!